自治州議会議事堂外観ガリシア自治州議会は、ガリシア自治州の立法機関であり、ガリシア州住民を代表する最高機関である。ガリシア州の選挙区選出のスペイン、国会会議員のために選ばれた議員によって、1981年に行われた第一回自治州選挙に先駆けて、創設された。現在の定員は75名、任期は4年で、 普通選挙によって選出される。主な権限と職務は以下の点である。ガリシア自治州議会は州都サンティアゴでコンポステーラに置かれている。当初はパソディ本セカに置かれていたが、現在はオレオ通りにある。議場では議員は議長席に対して半円状に着席する。州首相とその政府関係者は最前列の席に、残りの議員は党派ごとに席に着く。 ガリシア衆議会の会期は2期に分けられ、前期は9月から12月、後期は2月から6月までである。会期中は各週火曜から金曜まで通常議会が開かれる。この会期以外には必要に応じて特別議会が召集される。衆議会議長は執行部と各党の代表との間での合意に基づいて総会の日程を決定する。委員会の日程は 総会の執行部によって決定された日程と調整した上で各委員会の執行部において決定される。自治州議会議席ガリシア自治州議会は75名の議員によって構成される。各県の議席配分はアコルーニャ県24、ポンテベドラ県22、ルーゴ県15、オーレンセ県14である。二千十二年十月二十一日に行われた衆議会選挙の結果、 現在の議員構成は次のようになっている。選出議員は2012年11月16日11時から開催された構成会議に招集され、同会議において議会執行部が選出された。2012年12月4日、第9回ガリシア自治州議会,会会式が行われた。ボリティンオフィシャル B8777 派と、 ポリティンオフィシャル B901 ピーラーミラグロスロホノグエラ www.galegos.info abcd コミュポジーチオンアクチュアルパーレメントディガャリシア S カンサルトド L25 でヘブレロで2013コンピッションスアンターウリーズパーレメントデガリツヤ2011年11月3日閲覧 1981年と1985年の議会定数は71議席。1989年以降は定数75議席。1981年衆議会選挙には国民同盟として、1985年衆議会選挙には選挙連合ガリシア国民連合で、1989年以降はガリシア国民党で選挙に臨んでいる。 レスルタードースデラスエイリックチオネスアルパーレメントで、ガリツヤ e n l r アーボイストリコエレクタールデル、アリアデアナリシス、エストデオスワイ、ドークメンタスヨンデラプレザデアデラジェンリリザドバレンシーナ、アルゴス、2012年10月22日閲覧、アレクイアンズ2012パーレメントでガリツヤ、ガリシア自治州政府、2012年10月22日閲覧、ありがとうございます。